なんでイラストレーターの鉛筆ツールってあるの？まずですね、例えばこんなイラストがあって、で塗り面ですね、この塗り面を鉛筆ツールで長押しして選んでなぞると、こんな感じで、まあ微修正するときに便利かなみたいな感じですかね。で、ここダブル、この鉛筆ツールをダブルクリックすると鉛筆ツールオプションが出てきます。ここで精度という数字があります。これを大きくするとどうなるかと、で今度はちっちゃくします。精度を下げると、似たようにを引っ張りました。で選んでみると、精度を下げるとできるアンカーポイントの数が増えますよね。こんな感じで、ですので滑らかな線を描きたい場合は精度を上げちゃった方が、上げると粗いというか、まあ滑らかな線が描きやすくなるので、まあでもまあデフォルトのままでいいと思いますけど、まあ大体5ぐらいがちょうどいいかなって感じです。感覚値的に。あまりにアンカーポイントが多すぎても少なすぎても、ちょっと使い勝手が良くないです。ですのでちょっと自分で使いながら、このあたりの数字がいいんではないかなというものを見つけてください。で、ここ長押しすると、スムースツール。これはですね、選んで、この選んだラインを撫でると余計なアンカーポイントがこう消えてですね、滑らかになるとスムースになると、そういうツールです。パス消しゴムツールっていうのも結構使います。もうちょっと分かりやすいやつで、パス消しゴムツール、これでなぞるとパスを一部分こう消せますね。これが意外と便利だったりしますね。結構使いどころあります。逆に、とですね、きっちり、ここでかっちり切りたいよみたいな場合は、これ、ハサミツールでクリックすると。で、選んで消す。クリック、消す。みたいな。この使い分けをすると効率的になります。次に鉛筆ツールで一番おすすめな使い方をご紹介したいと思います。例えばですね、こんな感じのイラストを描くとき、皆さんはどうしていますかね？私の場合は、鉛筆ツールで下絵を描いちゃう。イラストレーターに直接描いちゃうっていうやり方もしていて、このやり方、すごくいいですね。資料を近くに置いてですね、近くに置いてそれを、なんだろう、参考にしながら下絵を描けると。イラストレーターで直接。で、使い回せるオブジェクトはそのまま使っちゃえばいいから、必要な新規線だけ描けばいいみたいな、どんどん効率化していくんで、おすすめです。こんな感じで描くんですけど、デフォルトだとこんな感じになるんですね。今これ分かりますかね。こう線の近くで線をこう描くと、その修正の方が働いてしまうんですよね、機能として。ちょっとこう、これ今修正入なっちゃいましたよね。これもそうですよね。これって下書き書く上ですごく不便なんですよ。この線残しておきたいわけですよ。これはなんでかっていうと、選択を解除しないといけないと。選択解除しないまま次の線をこう入れていくと、修正なのか、それとも残したい線なのかっていう部分で、イラストレーター側がつどつど判断するんで、ちょっとうまくいかないと。で、どうしたらいいかと。ここをダブルクリックして、また鉛筆ツールオプション。出てきましたけど、ここのこれです。選択を解除しない、これのチェックボックスを外します。で OK、
こう結構下書きの線っていうのは何百本というかもう何千本って入れていく必要があるので、書いて解除、書いて選択解除みたいなことやってたらもう日が暮れちゃうんでね、めんどくさいんで、っていうのをこの設定一つでもうクリアできちゃうんで、でまあこのなんだろう、ベチ曲線ですから、こうやって選んで修正することもできるし、あえてまたこの選んだ状態でなぞれば微修正できますよね。下書きなんで、まあこんな感じでこう重ねていっても全然問題ないんですけどね。最近ちょっとダイエットしたんで、ちょっと細くしようかな。はい。で、あとですね、デフォルトの線幅だと1ポイントだったかな。ちょっと太すぎるんで、まあ、繊細な絵であればあるほど、下書きの線も細い方がいいと思うんで、まあ 0.5 ポイントぐらいかな。これ 0.5 ポイント。もっと細くても別に構わないですね。これをなぞるんですけど、まあ、その前にグループにして、で、意外とこのパスって、このアンカーポイントが多いと、処理が重いじゃないですか。重いんで、下書きにしたいだけですから、これは、オブジェクト、ラスタライズ、で、まあ、グレースケールかな。モノクロじゃ汚すぎるから。で、まあ、300ppi ですか?これぐらいのまま全然 OK で。これですね。これでもう下書きができちゃったと。で、これは、下書き、レイヤーを切ってですね、テンプレートにチェック入れて、濃度をここで調整して、まあ、30% から 50% ぐらいでロックかけて、その上からトレースしていけば OK と。で、前に描いたイラストがあるならば、そのイラストの部品をこうやって流用しちゃえば、すごく描くのが楽ちんです。意外とこういうメガネとかね、つどつど書くのめんどくさいんですよね。あ、このね、このダブルクリックすると、このなんだろうな、これだけにフォーカスされるっていう、こういう余計な機能があるじゃないですか。これを解除する方法もあって、ですね、一回設定すればこうならないんですけど、新しいパソコン買って、ちょっと、設定してない、なかったんで、今一回設定しますね。一般、これですね。編集環境設定、一般を選んで、で、ダブルクリックして編集モード。こいつが悪さをしているんで、このチェックを外しましょう。で、OK と。これで OK です。これで、どうやって戻すんだ、これ。これ本当にいらない余計な機能で、今のはこれ、同じオブジェクトをダブルクリックしたら、このオブジェクトしか選択できないっていう状態になったっていう、そういう余計な機能なんですけど、今の設定を行ったことによって、ダブルクリックしてもそうならないと。昔のいい、昔の古き良きイラストレーターの使いやすい状態に戻ります。これをついでに覚えておいてください。最近イラストレーターを使い始めた人は、これが当たり前で、これが便利だと思っちゃってるかもしれませんけれども、ものすごい作業効率が下がるので、今のチェック外してですね、それでイラストレーターの操作に慣れていくと、サクサクとイラストレーター使いこなせるようになっていくと思います。とりあえずですね、鉛筆ツールっていうのは、今お話ししたような感じで使うんですけども、イラストを描かれる方は特にこの下書きって便利ですので、ぜひですねやってみてください。他にも便利なイラストレーターに限らず、 Adobe 系のソフトやパソコンの便利なフリーソフトやツールなんかの裏技を発見したら、すぐに YouTube に短い動画でアップロードしたり、あとはまあイラストレーターで実際にイラストを作成している様子などを実況しながらアップロードするっていうことをやっておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。